なんでLINE返してくれないの？彼氏に無視される、遊ばれる女子の共通点とは？好きな人を虜にする3つの恋愛裏テクニックを知りたい人は他にいませんか？7. 守ってあげたくなる甘えん坊キャラ。本当は何事も自分できっちり進めたいのに、20代女性など男性に頼り切ってみたものの、自分がその状況に耐えきれなくなることもあるようです。一般的な男性受けするキャラに合わせるより、短所を改善するなど自分本来の性格を磨いた方がポジティブに恋愛できるのかもしれません。 8. 小食気味の控えめキャラ。たくさん食べたいのに、本当はギャル曽根並みの食欲なので、30代女性など男性の前で遠慮を重ねることはやはりストレスをためやすいようです。もし付き合ったらそのまま小食でいなきゃいけないかも、などとリスクを計算することも大切でしょう。9. 料理上手な家庭的キャラ。どんどんハードルが高くなっていって、20代女性などちょっとしたアピールが男性の期待感を膨らませ、本当に手料理を振る舞うことが怖くなってしまうケースもあるようです。とはいえ、自分で必要以上に強調しなければ、料理がそこそこの出来栄えでも男性は喜んでくれるのではないでしょうか。